31のサービス業です。女子の言うギャップのある男子ってどんな男子のことを言いますか？優しいと見せかけ亭主関白みたいな。理想の男性的な感じだったりしますか？そうですね、意外と。21の会社員です。2人でいるときはなんか甘えてくるというか、そんな感じなんですけど、みんなでいるときは冷たくされるみたいな、そういうギャップですかね。19の学生です。女子の言うギャップのある男子ってどんな男子のことを言いますか？教えてください。ギャップのある男子、怖そうな人がなんか動物好きだったりするギャップ。なるほどね。はい、21のパートです。細い人が割と力持ちとか。あー、それギャップだね。すごい。18歳高校生です。普段は冷たいけど時に優しい。17歳高校生です。あ、なんかそう、外国で会った人なんですけど、普段めっちゃなんかかっこよくて気取ってる系なのに、あの農家をやってるんですよ、その人。セクシーじゃないけど。セクシーじゃないけど。それギャップだね。はい、19歳で販売員です。女子の言うギャップのある男子ってどう？いや、マジかよ。オンとオフが激しい人。おお、どう激しい人？仕事は真面目にやってるけど、休日はなんかもう弾ける感じ。パリピ。パリピ。オッケー。19歳で販売員です。かっこいい人タイプじゃないんで、かっこよくないのにやっぱすごいやるときはやるぞみたいな人は。普段はもう超ぼーっとしてんのに、なんかこうやるときはすごいもう激しいみたいな。